はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、さきゃきゆうやです。さあ本日なんですが、覇王デッキ、覇王魔術師デッキ、組んできたのでご紹介していこうかなというふうに思っております。マジ実装遅いですねめちゃくちゃ実装されるの待ってた方も数多くいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですけども、これメメントとか、なんかその実装されるよりずっと前に OCG ではカード化されてて、でマスターデュエルメンいつだってなってて、まあ、要は覇王門魔術師まだですかおじさんが結構発生してたんですよ、まあ、やっと実装ということで、まあキーカードはこの覇王門の魔術師というモンスターになってますね。これがめちゃくちゃ強い、はい、こいつがやっぱその魔術師および覇王の橋渡しをするカードであり、キーカードになってきています。で、自分のフィールド上の、まあ、ペンデル効果ですね。ペンデル効果は自分のフィールド上のザークが効果で除外できないという効果と、自分のメインフェイスにこれを破壊しながら手札デッキから覇王モン P モンスターを自分の P ゾーンに置きますよということで、まあ、これ覇王の魔術師のこの効果で破壊されるんで、まあ、アストログラフマジシャンとかも簡単に出てこれるし、まあ、覇王モンは何でも貼れるんで、例えばゼロとかね、今回入ってる、これを、まあ、貼ってスケールをゼロ用意できるっていう。で、あと植え付けは高裁の魔術師であるとかライトブルームとか、まあ、超弦の魔術師であるとかね、この辺のモンスターで、まあ、用意していければいいかなというところですね。で、覇王門のこれモンスター効果もめっちゃ強くてね、自分の P ゾーンに覇王門がある場合、手札エクストラデッキからペンダルドラゴン、エクシスドラゴン、シンクロドラゴン、プジョンドラゴンですね、のうちどれか1体を、墓地を送って手札から特殊召喚できるよ。特殊召喚できるペンダルモンスターってやっぱかなり優秀で、まあ、エレクトラムがね出しやすくなるんですよね。ペンダルム召喚前にエレクトラムを出しやすくなるので、この1番の方がマジで優秀で、2番の方が特殊召喚に成功した場合に、ハウルザック系の、カードを1枚手札に加えるということで、まあ、これで気であれば結構、攻撃の竜であるとか、ライトブルームであるとか、まあ、結構こういうカードがサーチできますよということですね。まあ、今回ちょっと採用してないんですけど、覇王竜の魂とか、覇王天竜の魂とか、あの辺もサーチできるんで、まあ、それを使ったデッキは、またちょっと後日ご紹介するとして、今回は、覇王天竜とかを採用なし のガチ覇王魔術師構築ですね。で、エクストラデッキの枠が足りません入れたいカードが多すぎます、はい、あとメインデッキも、でこのデッキ、まあ、一枚初動はないんですね。やっぱペンデラムテーマである以上、やっぱスケールを張って動いていくっていうテーマに基本的にはなるので、まあ、要は最低限やっぱ2枚のあのカードを必要とするんですけど、まあ、2枚あれば結構動ける、組み合わせが結構多くて、まあ、ドクロバットジョーカープラス経過の魔術師とか覇王のもの魔術師とか、あとやっぱりそのダークブルームを、墓地に送ることができる、竜の霊廟であるとか、愚かな埋葬であるとか、こういうカードと、まあ、何かその覇王の魔術師の組み合わせであるとか、組み合わせ書道が本当にたくさんあるので、まあ、ちょっともしね組みたい方は、いろいろそういう組み合わせを試して、自分のものにしていただければいいのかなというふうに思っております。早速ですね、はい、やっていきましょう。これペンデラムデッキの割には誘発まあまあ多く採用できてると思わないか。割とねこんだけ入れても2枚書道が動けるんですよ、はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ、今こそ世界を一つに、世界を一つに今こそしていくぜ。ちょっと頼むマジで、ちょっと増字やめて増字やめて増字やめてちょっと G 重すぎてさ、バグスカーって止まるしかないんだよね、あの G 打たれた場合。ちょっとマジでやめろ。ダグルブル、いやー通りそうだな、なんか今のところ通りそうだぞ。いや割とおいけるかこれ。あーでもちょっとなんか誘発チェーンっぽいのあるな。まあ、でも多分 G はなさそうだな。 G だけはまあ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 なんとかなるわ。 G だけなんとかなる、マジで G が一番重いから。で軽眼の魔術師、 G 許せなってな。で軽眼の魔術師ペンテラムスケールにセッティングするぜ。これアストロクラフマジシャン敷いてんの熱くね。これアストログラフ、ちなみにペンタラムスケールが爆破されたら出てこれるんですけど、このペンタラムスケールでなんか爆破されんとか何自殺願望者みたいなデッキだからそこで、交際の魔術師貼ります。ちょっとこれまだいいや。これ一回覇王門の魔術師で覇王門を破壊して覇王門持ってきたいんで、これ爆破するじゃないですか。でゼロ貼るんですよね。でちょっとアストログラフ出したいです。うららっぽいねこれ、なんか違う、違うか、なんかなんかあったよな。あれなんかちょっと若干なんか優先権移った気がしたんだけどな。
だから今さ、なんか猿翁とかいるからさ、やっぱちょっと優先権移るな、若干優先権若干移る問題あるな。覇王門の魔術師、これなんだろうな、無限法要とかエフェクトベーラーとか、あとキリンとかあるんだよね、あの猿翁のキリンというね謎のあのパターンがあるんで、これちなみに覇王も持ってこれるんで、これ一回攻撃持ってきてザーク系の関連カード持ってこれるんでね、これペンデラム召喚前ウーサやなペンデラム召喚前アポロウーサとかいうガチでやばいことが起きた。でアポロウーサ4素材括弧で、攻撃の竜をぶち込みます。で攻撃からのまあライトブルームですかね。なんかねペンデラム回してるとやっぱね新しい発見がかなりあるんで、ちょっと皆さんもねこのデッキマジで回してみてほしいね。揺れろ魂のペンデラム、天空にがけ光のワーク、ペンデラム召喚、現れろ俺様の美しきモンスターたちよまあ出てきすぎ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 やねん、さすがに出てきすぎ。でライトブルームの効果、回収効果あります。ライトブルームさんは、ダークブルーム回収、ダークブルーム回収で、エクシーズオブオブじゃねえや、アブソリュートで、リンク、てかこれあれか、一旦ちょっとさ、なんかそのこれレベル4とレベル4でこれあれだな、あの普通にサベージできたな、ミスったわこれ。マスカレーノ、マスカレーノそうじゃないか。で、アブソリュート効果でボルテックス出る。これちなみに皆さん、ペンデラム召喚するときはちゃんとレベルを見ましょう。これね、絶対これ、絶対ここレベル4でよかったわ、マジで。普通にこれなんか、もはやね、これね、これやる必要もはや、なんかあんまないんだけど、ヘビーメタルフォーゼエレクトラムの効果を起動しまして、一応ね、時空を持ってくる最強ムーブができますんで、ちょっと持ってきましょう。これ何これ。いや、そこでよく、まあ、ここまで打たなかったね。そこで打ってくるのクソなんだけど、さすがに。そんなバカな。無限法要エレクトラモに当てたいまんじゃん、これ。もう遅いだろ。この盤面できてたらさすがに。さすがに遅いだろ。まあでも、打ちどころなきないじゃない、ないか。でもなんか、どうなんだろう。いや、でもあったか、別に。マジでエレクトラムである必要あんまりなかったんだけど、多分なんかここあれだね、エレクトラム戦闘普通にサベージ出してドヤ顔エンドでもよかったかもしれない。普通にやばいな、でもそれできんの、エレクトラムなしでも回る手札だったんだな今俺やばすぎ。でアストログラフ出てくる。まあでもね、まあ、一応ねエレクトラムは残ってたら普通にね次のターンも効果使えるし、モンスターが多いってことは、マスカレーナの素材にもね、しやすいっていうことなんで。で、交際の魔術師の効果で時空も持ってこれるんで、まあ、これはこれでよかったですね。はい。結構ね、魔術師って割とその、アドレム展開が発生することがかなり多いので、非常に楽しいですよ。いや、これ上スケだったら持ってくんの。学びがね、これこっちだったなみたいなのがめっちゃあるから。なんかもうわかんない。なんか何やってもいいからわかんないけど、これいいや、もう。え、あ、エンド。まあ、まあこんなもんっすわ。じゃあなんかこれエレクトラムとアストログラフのところ絶対なんかちゃうやつあったのみたいな話だけどな。まあ一応ドロペ G 打って、墓穴打ってもらって、はいはい。で、ハンドがあと4枚ね。OK。まあ、とりあえずそれは無効にはしません、特に。で、あと残り4枚なので、まあ、ウーサと、ボルテックスとマスカレーナと時空で、まあ全部綺麗に当てていけば全部無効っていうか、まあ無力化できるかなという話ですね。まあデッキが何かにもよるっていう話はあるんだけども、ああ、フランベルジュ、なるほど。ディアベルスター OK。 でディアベルスター特殊召喚成功時効果発動、まあさすがにウーサ打って、で手札残り2枚ね、手札残り2枚。一応殴ってくれんだったら、マスカレーナからのリトルナイトで飛ばせばいいかな。ウーサはね、残しておきたいんで。あ、かがり火か。はいはい。かがり火 OK です。まあ、ご自由にどうぞ。ポップポップポップルスくん。でもなんかなんかスネークアイズディアベルスターもまだ来てないね。マスターディエルね。あ、どうぞ。
これ出てきて出てきた効果無力化だな。ポップルスはちなみに反逆の裁縫とか持ってこれた来られたりしてマジでうざいん でポップルスのこの起動効果、これに対してアポロウーサを打ちで、そうすることによってアポロウーサの効果で無効になって持ってこれませんでした。これ時空でディアベルスターしょったらリンクにもできないから、これこうするか。これでモンス交際破壊してディアベルスター爆破するで、こうするとドローも入る。さあ召喚剣はまだ使っていない、エクセル召喚とかできないからね。もうね結構1枚しかないから、なんでかっていうとマスターデリー今制限かなってんで、ね、強いやんやるじゃん。まあ飛ばすか。これで全部手数引けたな。で IP マスカレーナ、まあアストラムでいいかな。アストラム、まあスニーパイオークさんはまあどうでもいいから、これポプルスのなんか墓地効果を封じるためにここ飛ばせばいいんじゃないかな。はい、これでもう終了でしょ。人生終了、ゲーム終了まあ粘ってくるねいやーすごい、めちゃくちゃ粘ってきて、草こんだけでも手数出してくれると気持ちいいな。なんかどん、ああありがとうございます。いやどんだけ妨害があるか分かるからマジで気持ちいいわ。ちょっと強そうですね。これチーケアできるの熱いな。一応あれだな、あのダークブルームが通ってくれると嬉しいんだが、さあダブリムちゃんの特殊召喚効果発動、ウィーで効果発動。ちなみにちょっとやっぱその2枚コンボの時点でちょっと後手はまあペンデラム召喚あるんで、まあスケールとかちゃんと揃ってたりとかすればまあワンチャンあるんですけど、まあ後手はね結構辛いことも割と多いですね。はい、誘発もそんなにたくさん入れられるデッキではないので、まあ誘発入れられるデッキの条件ってさ結局1枚衝動が強いデッキだからさ、はいっていうとこあるんですよね。でちょっと覇王門の魔術師さん一応特殊召喚したいんですけど、はい、で特殊召喚効果で持ってきたいんですけど、あ全部通るな。全通りってこと、ダダ通りってこと。あとニビルなんですよね。このニビルをね、まあ、どうやってケアするかっていうと、まあ、結局やっぱエレクトラムがこうやって出る今、まあ、ペンデラムモンスターが2枚あるので盤面に、そういう場合はエレクトラムができるから、エレクトラムでそのペンデラム召喚する前にウーサ立てに行くっていうのがまあ基本ムーブというか、まあ一応ニビルを、まあ、踏みに行くというか、まあそんな感じですね。はい、でまあもちろんいつもの通りアストログラフをペンデラムスケールに、ペンデラムスケールがエクストラデッキを送って、で交際の魔術師を爆破して時空もサーチしながらアストログラフを持ってくるというあまりにも美しいムーブ。はい、皆さんペンデラムデッキ多分苦手な方とかもいらっしゃると思うんですけど、覇王はねかなりね回しやすいペンデラムデッキなので、なんかそんなにアドリブもそこまで、まあ、多くないというか、なのでこれ、ね、マジでおすすめではあります。あとかっこいいしこれ大事ね。あとかっこいい、これ大事。ちょっとごめん、ペンデラムスケールこれ上あるんだっけ、俺上持ってこないといけない。でこうして、でこれで時空持ってきて、でさらにエレクトラムでワンドロー、いやさっき使っちゃった。これがねペンデラモンスターとかとまたさらに上振れるみたいな話あるんだけど、ではですね、まあ一旦エクシード行きましょう。エクシード行きます。エクシードは、リンク召喚に成功した場合にエクストラデッキからペンデラモンスターをね、回収できますよという効果がありまして、でこれで一回アストラムを回収していく。で、交際を発動。で、これ、スケールが今、08なんで、これね、1から7のモンスターが、エクシードザ・ペンデラムの効果で出せます。はい。なんで、ここでライトブルームを出しに行って、回収しての動きかな。で、ライトブルームの特殊の成功時効果で、エクストラデッキから、モンスターを回収する。で、一旦、ウーサ出して、これで、まあ、なんか、チェーン的にないけど、まあ、ニビルとか、まあそういう系のね、カードの、まあ、効果をケアできますよといったところですね。で、ペンデラム召喚しましょう。満を持して。満を持してペンデラム召喚。
てか盤面これねマジでね5枚じゃ足んないんですよね、これ盤面5枚じゃ足んないっすそんなことあるって感じだけど、盤面5枚じゃ足んない問題。はい、ウェイで、はいで、あ、チューナー出すの忘れた、やべ、これペンデルム召喚するモンスターなんかちょっとなんか一気に手札となんかエクストラデッキからなんか選ばしてほしいわ、一気に。なんかうざいなこれ、まあ、ちょっと一応ねもう一回かましに行くしかないんですけども、でアストログラフが出てきて、まあでも対戦に影響ねえから、まあ別にいいか、まあ弱くはないけど、これただちょっとなんかチューナーを出すのちょっと忘れまして、サベージが出ません、大変申し訳ございません。はいマジでガチでやってしまったこれは。でアブソリュートするしかねえ、これ多分サベージボルテックスマスカレーナウーサーになってるはずなんですけど、シンプルに僕が展開をミスったためサベージが出ません、大変申し訳ございませんあのね最後毎回やっちゃうんだよ、最後ペンデラム召喚するもさ毎回間違えてるくさんだけど、まあ弱くないかいいか、これでボルテックス、はいはい、大体勝ちやろ。セッティングで時空、無限抱擁、いやこれマジでさ、なんかちょっとあのなんかその喋りながら回すのむずいわこのデッキ、集中力切るわ途中で、さっきまで結構うまくいってたんだけどな。はい、もうかかってこいよ、かかってこいやてめえ、ゼロ誘発とかお前舐めてんのか、この盤面返せるもんなら返してみろ、何デッキや、強欲で金満夏も入ってるデッキ、今合金何、ラビリンスだな、ラビリンス、ちなみに環境的には炎王がなんかその台頭してくると辛いとは言われてますけどね、まあ、破壊があんま効かないから炎王にはね。あー輝く炎のレーンだと、まず、あ、いいか、普通にウーサ魔法カード1枚死んだちょっとウーサさん、あーウーサさん、俺のウサギちゃんをよくも絶対に許さん、貴様だけは、ちょマジでやばい、ちょ待って、永続パカられるのマジでやばいな、永続パカられる前に時空とボルテックスで無効化せな。今ルーンって強いんかな、どうなんだろう、さすがに先行番長したら強いだろうけど、えイテスク呪いのルーン、まあ、これ無効にする意味もあんまねえか、ちょっと一応参戦のサイトがあるかもしれないから、ちょっと一応モンスター効果あんま使わないとこは一応な、まどろみのルーンやばいって、なんか一応、まあ、まどろみのルーンはまあ言うてあれか、無限合意あるから風景に出てきてもあんま関係ないし大丈夫か、あゲーリの方ね、はい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 、オオカミの方ね、オオカミでもなんか盾じゃなくて攻撃表示、あのバトルフェーズ的にはあんま関係ないか、こいつ効果で破壊されるのうざ、ちょっと待って、こいつリトルナイト、マストログラフは使っちゃってよくて、でこれとこれじゃないですか、効果で破壊されるのうざくね、これちょっと待って、戦闘で破壊できるけど効果で破壊されない、いやうざいな、ちょっとこれゲーリ飛ばすか、ゲーリ飛ばして時空で後ろ割って、でもう一枚はボルテックスだな多分、これゲーリ除外でいいわ、帰れ貴様森に帰れ、じゃあな、楽しいデュエルだったぜ。でまあこれはエンドフェーズでいいですね、一応攻撃の竜はメインフェーズ中にしか出ないんで、メインフェーズ中に打っているカードも打っておいてダークブルーム持ってくる、で時空発動して交際爆破して群雄割拠、危ねえ危ねえ危ねえ、あの癖カードなんか自信力だけど、これもうさすがにゲーム終わってない、これダークブレム普通に召喚して、あ神戦だ
神戦ですね。優先権渡ってきませんね、僕に。神戦ですね、これ。確実に。つけましたね、これ。クセカード。攻撃表示ですね。バトルですね。よし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 。永続は、パカらせないが大事。対戦。ありがとうございました。今こそ、世界を一つに。いやーまあそうなるんだよね。ちょっとなんか手札は強いんだけど、やっぱ何もやっぱ誘発引けないっていうねことがやっぱ多いですよね。一番ショートがないできてこういうことがね起きるんでね。まあ一応ペンデラムスケールがね無効化されなければ、まあ一応ねペンデラム召喚から結構後手負け。お相手もあれじゃんこれ、やばい、来た榊優也 VS 榊優也、来た、出ました。まあ榊優也っていうか、まあザーク VS ザークみたいな感じだけど、ザーク VS ズワークじゃんこれ。やばい、熱い。まあ、熱いけど、さすがにこれ負けそう。覇王魔術師、誘発なしは、さすがに先行の勝ちだろ。いやー、宇宙巻き起こってんな、これ、マジで。これ、宇宙創造されてるわ。何それ。何この効果。え、そんな、なんか、何の効果これ。知らない、知らない。覇王魔のゼロの効果なんだっけ。あー、ドラゴン族出すか。あ、はい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 。ナチュル、パルキオン。彼、でも効果無効ですよね。ゼロゼロ効果無効でなんか意味あるんですかこれ。え、あースターベノムね、はい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 。ライトブルーム回収どうぞ。ハオモンインフィニティきた、やばい。あー出た、これフュージョンサーチだ。フュージョンサーチ系、フュージョン融合か、融合フュージョン系カードサーチ、融合強兵、やばいやばいやばい、ちょっとなんかやばいこと起きようとしてる。融合強兵、融合強兵ナチュルエクストリオ。なんかやばいことしようとしてない。ちょっと待って待って待って、さすがに待って、これ待って、やばいことしようとしてるよねこれ。どう考えてもこれだってさ、ナチュルビースト、まあ融合強兵はちなみに無効になるんで、ターン終了時まで、俺のターン終了時までモンスター効果が、まあそうなりますよね。これベルテアナコンダでこれあれですか、融合不景のカードこれ墓地送って、なんかその今墓地送った素材を融合しちゃうやつ。え、あウーサー、なるほど、ボルテックスね、なるほど、ボルボルボルテックス、なるほど。これアナコンダでは何を落とすんですか、アナコンダではミラクルシンクロフュージョンですよね。やばいですね。いやそれダメだって、それとペンデラムテーマにさそれ出したらダメなのよ。ペンデラムテーマにそれ出したらダメなのよ。助けてください。おい魔法トラップカード全部見越したぞ、おいちょっとくれ、ちょペンデラムテーマにそれ出したらあかんのよ。ちょっと落ち着きません、一回落ち着いて話し合えば分かると思うんですよねこれ。ちょっと待って、これ待って、ペンデラムスケール貼った瞬間全部無効されるけど、これ魔法トラップ使わずに2800打点超えられることある、このデッキで。無理じゃね、なんかあこれでさ破壊されてアストログラフ出てくるのがあんだっけこれ。でもこれなんかさあれだね、何そのフィールドではそのいたことにならない扱いで、なんかこれで無効にされてもアストログラフ出てこないとかあったよね確か。エクストリオって、いやアストログラフ、あそうですよね、そうなんですよね。でも覇王門発動するとか以前の問題で、もうスケール張ることすら許されないっていう状況なんですけど、どうしたらいいですか皆さん。コメント欄でどうしたらいいか募集しております。うおペンデラルスケールセッティング、はい、下の通してペンデラルスケールセッティング、はい、普通にお前通報してるからなマジで、マジでちょっとペンデラルテーマ相手にナチュルエクストリオを出す行為は刑法に違反してるからお前これ、ああこれマジで懲役
10年以下のあの実刑と罰金500億円が課せられるからな。